ナオピーです。ちょっと慣れてきたかな3本目なんで、はい、3本目なんで、はい、じゃあ今回も前回に引き続き、ワーホリに行くトリマーさんですね、はい、にいろいろ話を聞いてみたっていうシリーズなんですけれども、はいはい、今回はなぜカナダを選んだのかっていう理由をね、はい、いろいろあると思うんで、はい、お話しいただいてよろしいでしょうか。はい、分かりました。はい、あ、ちょっと、はい、意義あり意義あり、視聴者の皆さんもしっかり見てください。僕ね、はい、ウェポンさんが YouTube に出てるのをすごい見てて、はい、やってみたいことがあるんですよ。なんでしょう、あの、よくこうはい、では行ってみましょうやじゃあ行ってみましょうみたいな、そうそうそう、あれをやってみたいです、ね、ああ、はい、いいですね、はい、いいですか、どうぞ。で、僕やっていいですか。じゃあ、本題に入りますはい、じゃあ、ですね、本題の方ですね。なぜカナダを選んだのかっていうとこなんですけど、まず、まあ僕はもう当然のことながらお話をしてるんですけど、まずトリミングを向こうにしに行くんですよね。で、トリミングをしに行く上で何が大事かっていうと、なんかその国のね、どんだけワンちゃんを愛してるかとか、まあ日本で言うとみんな猫ちゃん、ワンちゃん、動物すごい好きな方も多いですけど、それ以上に多いんですよね、カナダっていうのは調べると。で、まあ移民の地っていうのもありまして、なんかそこにまず興味をすごい惹かれるところがあります。で、まずカナダの一つですね、まあ、そう、ヨーロッパの人がいたりとか、アジアの人がいたりとか、まあ、そうですね、いろんな人種の人がいてるんで、まあ、その人たちがいる中で受けてるトリミングってもしかしたら全世界で受けるんじゃないかなっていう、ちょっとした、あ、いろんな人種の人がいるってことは、いろんな文化がいる。そうです、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 異文化コミュニケーションってやつです。はい、答えるな。そうなんです、そうなんですよ。で、まあその移民の地でいろんな文化が混ざってる上で、そこのね、国で商売がやっていけるものって言ったら、まあ今全世界共通で商売としてやっていけるんじゃないかなっていうのが見たくて、で、まあその日本のトリミングとの違いであったりとかを、まあ、向こうで見てみたいっていうのが、まあ、主な、まず一番大きな野望、欲望、願望、願望かなって思います。はい、で、まあその犬を愛してるっていうんですけど、大体どれぐらいいるのかっていうのなんですけど、まあ調べると大体ですね、世帯の半分ぐらい、まあ2世帯に1世帯ぐらいの割合で何か動物を飼ってるらしいですね。イワンちゃんであったり猫ちゃんであったりとかで、まあそんなの飼ってるぐらいワンちゃん猫ちゃんが多い。で、ね、そんな状態だと、前トリマーさんからしたらウハウハじゃないですか。まあ大型犬が多分圧倒的には多いと思うんですけど、場所にはよると思います。で、とかそんなんがあったりとか、まああとはですね、ワンちゃんがすごい優遇されてるんですよね。人間以上じゃないのかなっていうぐらい、人間と同等な扱いをされてるんですよね、向こうの国では。まあ僕が向こうで知ったので言うと、あのワンちゃん専用のドッグビーチっていうのがあるんですね。ビーチ、ビーチ、海です。あ、はい、だから人間が海水浴するような感じのと同じで、あのワンちゃんたちが遊べる、あ、ワンちゃん連れの方はこっちでみたいな。そうです、そうです、そうです、それいいですね。で、ワンちゃん前のドッグランの海バージョンみたいな感じのがあったりとか、で、あとはですね、そこに、まあそういう場所にあるらしいんですけど、まあワンちゃん専用の水飲み場、ね、ウォータークーランドみたいな感じであったりとか、まあどういう感じで出てくるのかあんまりわかんないですけど、で、あとはそういうワンちゃんの公共の施設にあるのが、あのうんち袋。まあ、飼い主さんだったら絶対ね、お散歩とかしてるとどうしても必要になってくるものじゃないですか。それが無料で設置されてるんですよ。で、ご自由にお取りください。なるほど。ティッシュみたいな感じで取るような感じのが設置されてるんですよ。だからもう国自身ですごい、やっぱそのワンちゃんとか動物っていうのをね、やっぱ可愛がってる、愛してるっていうのがやっぱ一番大きい。で、あとはまあねワンちゃんを飛行機に、機内に連れて行ける。普通ね、あのワンちゃんとかを連れて行く時って、こうなんかお荷物と一緒にこう預けられたりみたいな感じのイメージがあるじゃないですか。それをこう機内に、ワンちゃんキャリーに入ってた小型犬とかに限るらしいんですけど、エアカナダっていう飛行機で行くと、なんか別料金みたいなの払うんですかね。
まあ必要になるんですね。そうですね。やっぱりこう体調が悪いワンちゃんとかいたりとかしたら、ね、あの国をまたげなかったりもするじゃないですか。だそういう子でも多分いけるんじゃないかな。小型犬に限るらしいですよね。あ、キャリーに入れて足元に連れていくことができるってことです。まあ普通は貨物室に普通に入れられるっていう感じですけどね。まあそれで亡くなった例もありますけど、はい、そうですそうです。だそういうところがすごいね、あの、まあ、ワンちゃんに特化してる、まあ、ワンちゃんに特化してるお話ばっかりですけどね。はい。でまああとはね、あの、まあ、トリマーさんだったら結構噛むワンちゃんいっぱいいるんじゃないかなって思ったりするらしいんですけど、なんか向こうはね、あのワンちゃん子犬の頃に訓練をみたいな、しつけみたいなのを受けてるあの方がほとんどらしくて、もしかすると、まあ、実際向こうで離れたことないから分かんないんですけど、おとなしい子が多いんじゃないかなって、社交的な子が何か多いのかな、まあ、しつけっていうのが入っていれば、そうですね、まあ、自然とそうなってくるかなと。でまたあのワンちゃん好きな人も多いですし、あの、まあ、ワンちゃんが人を怖がっていないのが多いのかなっていう。そうですね、トリミングというか人に慣れてるっていう部分がね。そうですね、人と触れ合うっていうか、はい、そうするとトリマーさんも働いていてさらに楽しいのかなっていうのがあってね、はい、そうですね、日本では少ないですね、まだまだ。そうですね、しつけトレーニング幼稚園っていうのが最近ちょっとでき始めたかなっていうぐらいですね、はい、そうなんですよね。だからまあそういう部分ではまあ、ワンちゃんが多いからそういう風にしてるのかどうかわかんないですけど、まあそんな感じでね、例えば盲導犬とかいるじゃないですか、あんなのもなんかあのショッピングモールとか、ああいう映画館はどうかわかんないですけど、ショッピングモールとかに行くのに、その盲導犬一緒に入っていいですかって言ったら大概のとこは断られないらしいです、まあ、優遇されてるっていうか、もうそのそうですね、ワンちゃんの地位がその地位って高いんですね。っていうのがまあ主に僕がなぜカナダを選んだか、他の国のことは実は分からないです、分からないです、なんでどうなのか分からないですけど、あのそういうことをひっくるめてやっぱり興味がすごいあった国だったんで、やっぱカナダに行ってみたいなっていうのが強いですかね。まあまとめるとそんな感じですかね、はい。まあ、実際にね、あの6月以降ナオピーがカナダに行くっていうことで、はい、まあ、そこで動画を撮ってもらってね、はい、まあ、現地の様子もお届けしたいと。これ本当は1本目の動画で言っとくべきことなんですけど、はい、ちょっと言うのを忘れてしまって、はい、まあ、6月以降はね、実際現地の動画も、はい、あのウェポンチャンネルで、撮ってもらったものを流す予定なので、はい、はい、頑張ります。動画撮影できるかどうかわかんないですけど、今日これもやりましたしね、これもやりましたしね、みんな見てますよね、これもやりましたからね、嬉しい、これもやったんでね、もう次こっち側からやったら、もうちょっとピュッピュッピュッって最後ピュッって、そうですね、まあこれもないかな、あ、これもない、これはない、なるほど、はい、はい、まあそんな感じで、はい、今回はなぜカナダを選んだのかっていうお話をしてもらいました、はい、はい、じゃあ次どんな話しましょうか。聞くんですか。これウェポンさんのチャンネルじゃないですか。ウェポンさんからお題をいただいて、よしそれだなっていう感じじゃないですか。決めてなかったね。決めてなかったです、ね。まあちょっと次回の動画、ね、何撮るかわからないですけれども、まあナオピーが出てくれるということで面白いのは間違いないんじゃないかなと思います。はい、面白くします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではさようなら。これすっきゃなチャンネル登録はここをクリック。おすすめの動画はここをクリック。